モータラ校の遊覧船ジュノー号とディアナ号、ロゼアンナは、ペールバールと毎週バル教著によるスウェーデンの警察小説、マルティンベックシリーズの第一作である。翻訳の原書は、ロイス・ロス・ワケ・スフェア・ブックスの英語版、ロゼアンナ。2014年9月に、柳沢由美子による新訳、海外、ロゼアンナが、角川、角川文庫から刊行された。 1964年7月8日、エステルイエータランド県モータラのボーレンスフルト水門で作業中の春節船が女性の死体をボーレン湖中から引き上げた。地元のモータラ署はアールベリ警部の担当で捜査を開始した。司法解剖の結果、性的暴行を受けた後に締め殺されたことは判明したが、被害者の身元は不明のまま捜査は行き詰まり本庁の 応援を仰いだ。ストックホルムからマルティン・ベックとその部下達が猛たらに集まり捜査を開始したが、現地では目星進展がなく、捜査陣は一旦散会した。9月29日、アメリカ合衆国の大使館経由で、ネブラスカ州の警察から失踪者の紹介が、ベックの元に届いた。確認すると被害者は、リンカーンの図書館に勤務する司書のロゼアンナ・マグローで、 あることが判明した。同じ頃、アールベリから事件発生と同時期に現場付近を通常のスケジュールとは異なる時間帯に通過した遊覧船があったという情報が入った。船客名簿を確認すると被害者の名前があり、被害者は船上から投げ落とされたと推測された。船客への聞き込みを進めるうちに捜査船上に一人の 不審な人物が浮かび上がり事情聴取も行ったが、決め手となる証拠を見つけることはできなかった。そこで、ベックラは通常とは異なる操作手法を試してみることにした。ありがとうございます。